皆さんおはようございます。シミスのシュです。今回は縦8センチ横10センチの長方形を対角線で折った時、重なった部分の面積を求めようという形です。まあ、例えばこういったコピー用紙があった時に、この対角線で折った時ですね、この時に重なった部分の面積が出てきます。この面積を求めていくという形でやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。はじめ長さを書いていきます。こういった形になります。一つはその次なんですけど、ここの三角形、直角三角形ですね、が合同だということが言えます。なぜかというと、8センチ、8センチ、直角、直角、そして対頂角が同じだということから、はい、これで直角三角形の合同ができたということがわかります。そしたらその次なんですけど、この三角形を見たときに底辺と高さがあります。この底辺が出てくれば、この斜線部分の面積は出てくるということがわかります。ってことは、ここの底辺の長さを X センチとすれば、長さが10ですね、10から X 引けばここが10引く形になります。この時にここの長さとこの長さは直角三角形の合同で証明されてますので、長さが一緒になるという形です。そうするとこの三平方の定理より、8の2乗足す10引く X の2乗括弧閉じる X の2乗で求まることができます。8の2乗足す10引く X の括弧閉じてイコール X の2乗ですね。これを計算すると64足す100引く 20X 足す X の2乗イコール X の2乗です。X の2乗が消えますので、足し引きで計算すると 20X イコール164と分かります。ただ X は何本になるかしたら 8.2 だということが分かります。 8.2 センチね。そうするとここの長さは 8.2 センチだということが分かるので、底辺かける高さで求まることができます。この三角形そうすると、底辺かける高さかける2分の1丸2をすればいいので、約分すると12が8、1は30で、答えは 32.8 平方センチメートルが正解となります。今回はこの直角三角形の合同が分かればできるような問題でしたね。よかったら皆さんもやってみてくださいね。それではね。拜拜。